皆さんこんにちは。今回は2回目ということでですね、今日は指文字を、やりたいと思います。皆さん右手をですね、肘のところで曲げて、だいたい顔の横になるぐらいにやってください。私は左でします。同じ形になると思いますので、真似しながら言ってみてください。それでいきましょう。あ、これはアルファベットの A から来ています。い、アルファベットの I ですね。う、アルファベットの U。 え、アルファベットの E。 お、アルファベットの O から来ています。もう一回いきますよ。はい、あ、い、う、え、お、あいですね。次、かきくえこですね。か、かはですね、こう写真にこう写りますけど、この親指を中指につけてください。それアルファベットの K に見えてきます。か、で、これが狐の木。これは例えば教えますけど、数字の9になります。く、け、一つ欠損するということで、け。で、こ、これこそあの、カタカナの子になりますけど、この下がない場合ですね、こ。もう一回行きましょう。はい、か。親指を中指つけてください。きつねの木。数字のく。かみのけ、あ、欠損するけ。で、こ。カタカナの子ですね。次、さいきます。さはですね、親指を中の方に置いてください。これがですね、差を構成すると、ちょっと離れると、あに見えてきますんで、この気をつけるときは、差は中の方に見えて、ここはですね、S に見えるという形で差になっています。さ。し。これはですね、カタカナのしとか、しちとかいうあり方はし。これ下げたら、すになります。カタカナのすですね。せ、センター。背が高い、センター。中指です。で、そ、それ、それ。もう一回行きましょう。さ。し、下げて、す、センターで、中指で、せ、それ、そ。そして次、たですね、た。たはですね、これが小文字の t と覚えてください。ち、た。ちはですね、今は曲げたんですけど、ちは伸ばしてください。伸ばしてください。これがち。薬指まで伸ばして、今度はつになります。これはカタカナのつから来てます。つ。手はそのまま。で、とはですね、ノックをトントンってすると、と覚えてください。私はここをする今日からノックはこうしてください。と、もう一回いきますよ。はい、た、伸ばして、ち、薬指は立って、つ、手はそのまま、で、とはトントンの、と、はい、で、これを下げます。なになります。 N、 な、横に持ってきたら数字の2、ぬすっとのぬ、根っこのね、のはそのまま書いてください。の、のさんも書いてくださいね。もう一回いきましょう。はい、 N でな、横でに、ぬすっとのぬ、根っこのね、のはそのままので書いてください。いいですね。お、そろそろ肩書いたでしょ。一回肩を回してください。一回肩を回してください。はい、今日次いきます。はい、次、ハサミの歯。歯はですね、横に開きます。外に開きます。歯、ハサミ、チョキチョキのハサミですね。一つでひ、親指と人差し指でふ。では、人差し指と小指と書いたら、今度はへになります。へ。で、奥様方が笑います。ほほほほほのほ。はい。これは、本当は、ほかけぶりのほうなんですけど、だそうですけど、はい。なかなか、こっち、宮崎でほかけぶりを見ることがありますね。私は、ほほほのほと覚えてますけど。はい、行きましょう。ハサミ、外に開いて、は。一つのひ。カタカナのふ。カタカナのへ。ほほほのほ。はい、次、M、まですね。ま、三つで、み。で、これはまた、また出てきます。数字の6、6つ、む。目はですね、目の形。これがまつげだと思ってください。目。もはですね、もってします。も。で、これは何かちょっと、同じって手話があるんですが、私も、あなたもっていうのは同じ意味がありますんで、この同じの片一方のこれだけで、もってなります。では、行きましょう。ま、M、ま。三つでみ、六つでむ、目の形でめ、同じでも、も。はい。次、ら。らはですね、ラテン。人差し指と中指と絡ませます。ラテンで、ら。離して書いたら、り。るはカタカナのる。中指曲げたらカタカナのれ。ろはですね、さっきむすっと一人やったけど、今度二人でするって感じで、今度はここにろという形ができます。ろ。もう一回いきます。螺旋のら、離して書いてり、カタカナのる、カタカナの
レレロになります。次ヤユヨヤワイワイですね。で次ユです。ユ湯気が上がる様子だそうです。ちなみにこれにこんなマークをつけたらですね、温泉ってなります。このマーク見たことありますよね、温泉。でこれですよね、ユです。ユで4つヨで、ワワはですね、輪っかを前の方と覚えてください。これ W から来てるんですが、言うとほら間違いやすいんですが、輪っかが前の方です。輪、W。を、をはですね、を、を手前に来ます。を、をって来ます。で、うんはそのまま肩からのうんを書いてください。素直に、うんって書いてください。うん。そうそうそう、うんです。うん、うんって書いてくださいね。そうそうそう。はい、もう行きましょう。はい。や、わい。湯気が上がるよ。す、四つ。で、輪っかが前を手前に引いて、うんってなります。はい、もう一回いきましょうかね。はい、いきますよ。はい、あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そ、それですね。た、伸ばしてち、薬指を伸ばせばつ、手はそのままで、とはトントンのと、下げてな、数字のに、ぬすっとのぬ、根っこのね、のはそのまま書いて、の。はさみは外。ひとつ。カタカナのふ。カタカナのへ。ほほほのほ。次、まえむ。ま。みつ。み。むつむ。目の形。おんなじも。次、ら。らせん。はなしてり。カタカナのる。中に見えたカタカナのれ。ロはひらがなのロ。次、や、わい。湯気が上がる様子。四つ。わ、W。を、手前に引きます。を、うん、って書いてください。はい。次にですね、これ、名前にですね、濁音、点々のある人がありますよね。まず濁音を教えます。が、ぎ、ぐ、げ、ごですね。まず、川どうやったんですか？川。川どうやったかな？川。はい。中指を、親指中指ですけどですね。これをですね、外に出します。外に流します。ガーってなります。もう一回いきますよ。か、が、き、ぎ、く、ぐ、け、げ、こ、ごってなります。濁音は、1から外に動かす。で、濁音になります。次、半濁音、パピプペポ。パピプペポは跳ねる音になりますんで、上に跳ねます。ということは、歯は、ハサミの歯は、上に上げます。パ。ヒが上がってピ。フが上がってプ。ヘが上がってペ。ホが上がってポになります。パピプペポ。次に、即音、小さなのですね。キャッとかですね。例えば名前やったら、京平くんとか、京子さんとか言いますけども、小さい字ですね。小さい字はですね、遠近法を使います。話すことによって小さく見せます。だから、京平くんでいきましょうかね。き、よが小さいんで、まずき、よが小さいので、よにして、手前に引きます。うん。で、京う、へ、いってなります。わかりました？もう一回いきますよ。き、よが小さいから手前に引いて、う、へ、い、っていうような形になります。これはね、濁音と即音と入ったやつがあります。学校っていう言葉があります。ちょっとやってみましょうかね。が、がは、かが横にずれて、が、つが小さいので、つにして、手前に引いて、つ、で、こう、う、もう一回いきますよ。はい。が、つ、こう、う、ちょっと早く行きますよ。ガーツーコーウ。もう一回。
ガーツーコーウ、頑張れよ。ガーツーコーウ、ガッコーってなります。で、これ慣れてくればですね、動くようになると思います。ただ、学校っていうのはですね、指文字しかございません。学校って使い方がありますんで、指文字の練習と思って、していただければなと思っております。はい、それではですね、まず、自分の名前をまず覚えてください。ですか。ちょっと今からちょっと自分の名前をですね、自分の、名前のところに丸をつけてもらって、今日は自分の名前を覚えてもらう。まずそれをやってもらいましょう。それではですね、指文字印をつけてもらったと思いますけれども、まずは自分の名前のですね、表し方いきましょうかね。まずいきましょう。はい、私は、私でしたよね。ちゃんと口動いてますかね。私の名前は、これ表札と思ってください。だから表札がちゃんと見えるように、相手に見えるようにまっすぐ見えるんですね。私の名前は、私でいきますね。福本誠作。福本誠作と申します。よろしくお願いしますってなります。これを自分の名前を、に変えてですね、練習してもらうといいかなと思います。はい、それではですね、次、指文字をですね、覚える方法なんですが、歌ですね、覚えるという方法があります。で、よく私が練習で使っているのはですね、もしもしかめよかめたんよという歌がありますけれども、あれをですね、ちょっとみんなで一緒にゆっくりまずはいいですから練習してみましょう。いいですか。いきますよ。はい、いきます。もしもしかめよかめさんよ、せっ世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのかってなります。これをですね、できればもしもしかめよってぐらいのですね、テンポでできるようになったらいいかなと思います。ただ練習するのはいいんですが、例えば寝る前とかお風呂に入ってる時とかに練習してください。絶対運転する時はですね、ダメですからね。はい、それ気をつけながらですね、指文字を覚えてください。それではですね、指文字を復習をやってみましょうかね。では行きましょう。まず一緒に私がいきます。いきます。はい、あ、い、う、え、お。じゃあ次私が言いますから、私より早く動かしてくださいね。あ、い、う、え、お。できたかな。次行きます。か、き、く、けこ。でいきますよ。かきくけこ。はい、ですよね。次いきます。さしすせそ。いきます。さしすせ、そ。あ、いいですね。頑張ってますね。次は、た、ち、つ、て、と。いきますよ。た、ち、つ、て、と。あ、いいですね。頑張りますね。な、に、ぬねのなにぬねの。はい、次いきます。
は、ひ、ふ、へ、ほ。は、ひ、ふ、へ、ほ。はい、いいですね。次いきます。ま、み、む、め、も。いきますよ。ま、み、む、め、も。次、ラリルレロ。ラ、リ、ル、レ、ロ。はい。ラ、リ、ル、レ、ロ。次、やゆよ。や、ゆ、よ、わ、を、うん。頑張ってね。次いくよ。や、ゆ、よ、わ、を、うん。はい、ってなります。はい、次はですね、数字を練習してみましょうかね。数字です。数字はですね、手をそろばんと持ってください。一番簡単な方です。手をそろばんと持ってください。はい。やっぱり一緒です。皆さん、右にしてください。また、左にします。同じ形になると思います。はい、それでは、横にして、1。はい、親指立つとですね、ちょっと変わってきますね。親指引っ込めてくださいね。1、2、3、4。はい、次。5なんですが、そろばんの場合はこれで消えますよね。消えて5つ玉が出てくるということで、これで5になります。そしたら6は6、そうです、7、8、9ってなります。もう一回いきますよ。はい、1、2、3、4で4つが消えて5つ玉が出てきます。5、はい、6、7、8。どうしてもですね、8が できない人はですね、左手の方でですね、こう押さえていただいてもいいですよ。はい、8で9ってなりますね。はい、次は10の位です。10の位はですね、今度はちょっと、今度は一回縦に持ってきます。曲げます。これで10ってなります。じゃあ20は2本曲げて20。30は30。40は40。50まで一緒で、これがなくなって50。60、70、80、90ってなります。わかりました?もう一回いきますよ。はい。10、20、30、40、50、60、70、80、90ってなりますね。次、100。100はですね、一回また1戻してください。1戻してください。1戻したらですね、今度はこの肘を軸にしてですね、上に上げます。100です。200、300、400、500、600、700、800、900となります。はい、もう一回いきましょうかね。1、基本の1から、はい、上げて100、200、300、400、500、600、700、800、900になります。いいですね。もう一回基本の1に戻りましょう。1、次は線ですよね。線はですね、線という漢字を書いてください。そのまま線という漢字をそのまま書いてください。そう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 、そうです、そうです、線ですね。で、この時にですね、基本のこの横の形をですね、このままの形で書いてください。じゃないとですね、例えば3000になった時に、この3000とこの3000と見た時にどっちが見やすいですか？そっちから数が見にくいでしょう。それぞれの時がいきますので、基本の横を基本にします。いきますか。まず1で線を書いてください。1000、はい、2000、3000、4000、
5000、6000、7000、8000、9000、はい、いいですってなります。次はですね、1万になります。万は0がいくつあります？4つですよね、4つですよね。0が1、2、3、4、これをつけて万になります。だから基本の1書いて万、10万、100万、1000万ってなります。わかりますかね。でちなみにですね、これに握ったら奥になります。奥で長は長ってなります。その前が上が軽になるんですが、大体まあ万まで覚えてもらえばいいかなと思います。いいですか。はい、ではもう一回基本の形からいきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100ですね。200、300、400、500、600、700、800、900、はい、1000は1000ですね。はい、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、1万までいきましょうかね。はい、1万ってなります。ですか。それではですね、ちょっと練習してみましょうかね。たら1年間365いきましょうか。はい、365、5、どっちでもいいです。これはもう一回いきますよ。はい、365、5いいですね。はい、次はですね、7714いってみましょうかね。はい、7714、あ、いいですね。もう一回いきますよ。はい、7714出られます。これは数字の表し方です。それでですね、今度は数字が覚えましたんで、今度はですね、これで誕生日を表せられます。誕生日を表すことができます。それではですね、まず多分皆さん右利きが多いと思いますんで、左をですね、まず上、右が左になります。下になります。これで左でですね、月12月までですね。で左が、31日までになりますんで、ですか。で、まず1月からいきましょうかね。はい、上が1で、ここにですね、月を書いてください。三日月の下を親指の方向に曲げてください。開いてる方が相手に、私の方に向くような感じで、親指の方、いや、そうです、こんな感じになります。そうです。で、三日月の下を書くような感じですね。はい、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月ってなります。これで12月までの表し方。そして今、例えば、1月1日の場合は1月1日になりますので、1月1日ってなるんですよね。そんな形でこの下の方に今度は、31日までを表していきます。いいですか。いいですか。はい、それではですね、まず自分の誕生日をちょっとしてみてください。自分の誕生日、じゃあ私の誕生日4月28日ですんで、いきますよ。4月28ってなります。で、この時ですね、この上はなくなってもいいんですが、ちょっとした優しさで4月を残しておいてください。4月でもずっと4が残ってますんで、でこれに28ってするような感じですね。はい、それでそれぞれですね、自分の誕生日をですね、自分の誕生日を一回練習して表してみてください。はい、どうぞ。
8月8日あ7月8日ってになります。はい、それでですね、今誕生日の表し方をですね練習しましたけれども、一つだけ注意があります。例えばですね、7月の、20日20日が誕生日の人の場合はですね、7月で20ってした時ですね、これ20ってしてしまうと20何時だろうと思いますんで、20日とか10日20日30日はですね、これをもうこう振ります。もうここで終わりですよって。だから7月の20日とか7月の10日とかいう形でしますんで、それは注意してください。はい、それではですね、私が言う数字をちょっと練習してみてください。いいですか？頑張ってくださいね。はい、それでいきましょう。11、11、あ、これ気をつけてくださいね。あの、私のような出たがり親指がいます。で、この親指が出るとですね16とかになりますんで、親指に気をつけてください。出たがりですからね。はい、いただきますよ。もう一回。11、18、頑張ってよ。23、はい、いいですね。36、42、55、もし55、もしくは55、どっちでもいいです。55、86、86、101、101、もう一回、101、次、168、168、もう一回いきます、168、はい、次、255、255、もう一回いきます、255、はい、次、365、365、はい、いいですね。次、429、429、ちゃんと指で貼ってますか？もう一回いきますよ。429、はい、いいですね。次、628、628、いいですね。次、996、96、もう一回いきます。996、はい、いいですね。1258、1258、もう一回いきますよ。1258、あ、いいですね。次、3367、あ、終わり。3367、もう一回いきます。3367、はい、いいですね。5681、間違った、すみません、間違えました。5681、もう一回いきます。5681、はい、いきます。7896、7896、はい、あと2ついきましょう。11350、1万1350、もう一回いきます。11350、私動かなくなってますね。最後、13524、13524ってなります。大変ですね。数字の場合は書く場合があります。例えば今のやっても13524
24って書けば、あ、それでも表し方がありますんで、その時はちょっとずらしながら書いていけばですね、そして大きくゆっくり書くと、ちょっと相手に伝わりますんで、そんな感じでこう表してみてください。それではですね、今から練習です。いいですか？1から100までずっと自分の、ペースで構いませんので、一回練習してみましょうかね。いいですか？いきますよ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。いいですね。51、52、53、54、55、56、57、58、59、60。61、62、63、64、65、66、67、68、69、70。頑張れよ。71、72、73、74、75、76、77、78、79、80。81、82、83、84、85、86、87、89、90。91、92、93、94、95、96、97、98、99、100となります。それぞれ練習して頑張ってください。以上です。